しぶりだね、プレードやるのね、プレードのキッチンクリエーションって言ってこう朝ごはんを作れるキットをママ買ってきました。なのでみんなで今からクッキングしちゃおう。じゃあお題を出すよ。朝ごはんを作ってください。今日料理を作るってことで粘土だけどね。コックさんの格好してます。見せてください。おしゃれ。かほちゃんはエプロンつけてます。中に入ってたのはこちら。ここね、なんとこのこう炒めるコンロがついてたんだよね。ここに鍋をこうやって置くとジューってジューっていうので、で、このコンロの周りにこうやって型がいっぱいついてるんだよね。で、こっち側のお皿とかにもこうやってソーセージ、ベーコン、これ卵だね。お魚とかの型が炒めたり伸ばしたりするものもこうやって入ってるね。で、粘土がね、4つ入った、5つ入ってたんだね。じゃあ粘土開けちゃって。はい。そう、ピンクみたいな、赤みたいな、オレンジみたいな、不思議な色だね。じゃあ作ってた。よし、じゃあ作ってこう。うん。ママに朝ごはん作って。はい。ママが食べたくなるような朝ごはん作ってください、二人とも。パンオレンジにしようかな。パンってオレンジなの？茶色ないの？茶色にするにはどうしたらいいと思う？緑にちょっとちょうだい。緑にちょっとちょうだいって言ってるじゃん。よし、ブロッコリーせい作ろう。ステーキ作ってくれるの？じゃステーキ作ってよ。はい、はあ、ブロッコリーすごい。あ、ブロッコリー上手にできた。本物のブロッコリーみたい。うわー、すごいリアル。すごい、カホがここまでパン作りました。はあ、パン上手。せいくんが作ったステーキ、イエイ。じゃーん、ステーキ。こうか。うん。卵できました。じゃあベーコンとソーセージができたみたいなので取っていきまーす。そうです。じゃーん、ソーセージ。ベーコンはこんな感じ。あ、作った人参。もうカリフラワー見せて。すごい。朝ごはんができてきたよ。じゃーん、エビー。すごい。見て。本当のエビに見えるよ。ついついつい。すごい。本当に唐辛子に見える。上手。オッケー。できた。はい、マッシュルームできました。よーし、じゃあ具材が全部作り終わりました。結構時間かかったね。すごい、これパンでしょ、トマト、人参、カリフラワー、ブロッコリー、キュウリ、葉っぱ、ウインナー、ベーコン、唐辛子、ステーキ、魚、卵、エビ、あと豆がいっぱい入ってるね。あとマッシュルームもあるね。うん、上手にできたよ。イエーイ。じゃあ早速焼いていこう。じゃあかほちゃんから。何焼くの？魚を焼いていきまーす。おぉ、すごい音が変わったね。うん。すごいね、音が変わるね。面白い。はい。はい、魚をお皿に入れます。じゃあ次、せいちゃん。ね、俺はね、ソーセージ。と、ベーコン一緒に焼いたら？じゃあ、じゃあこっち側でさ、ブロッコリーとかお野菜で煮なきゃいけないもの煮ていったら、ジャバーン、人参とブロッコリーとカリフラワー、ジャバジャバーグリーンの、そっちの方は焦げちゃうかもよ。あー、大丈夫ですか、せいさん、焦げてないですか？はい、できたらこれに入れてください。いい、ね、味見したせ。ほい、母ちゃん次卵ね。ジャバーン、卵入れます。はい、じゃあできたかな。はい、じゃあ盛り付けをしていきまーす。はい。かほちゃんはピンクのお皿に、せいちゃんは青のお皿に盛り付けていくよ。じゃあどうぞ。卵。おしゃれになるように乗せてね、ママが喜ぶように。ブロッコリー。白いブロッコリー。さあ、ソーセージ。ステーキ。なんか山盛りになってんだけど。じゃあ、魚ちゃん。はい、じゃあできましたか？はーい。じゃあ一人ずつメニューの名前をつけて。はい、じゃあ名前決めましたか？はーい。どうぞ。ホテル朝ごはん召し上がり。ホテル朝ごはん？豪華だね。魚もお肉もソーセージも入ってる。ありがとう。せーの。かわいいサンドイッチごはんです。
仕上がれ。じゃーん、すごいお野菜がたっぷりだね。かほちゃんのはサンドイッチがレタスとトマトとキュウリが入ったサンドイッチがあって、卵とベーコン、野菜がいっぱいだね。栄養満点だね。うん、いただきます。ママママママ、粘土遊びは楽しいよね。ごちそうさまでした。こう結構この音がね面白かったよね。まず最初普通の音なんだけど、これはすごい、なかなかすごい出来だなと思いました。バイバイ、また見てね。あれれ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 れ。やばい、パンツにお面だけつけてんだけど怪しいよみたいになってる。チャンネル登録よろしくお願いします。